こんにちは。マリアです。さあ、今回の内容はこちら <noise> バーホール公演別箱公演主演の基準は何ですか？<noise> ということで。 まあね、大劇場、そして東京公演以外のね、公演というのが宝塚にはたくさんありますけれども、そういった別箱の公演、地方公演とかね、まあ全国ツアーとかありますけれども、そういった公演の主演に選ばれる基準っていうのはどんなものがあるんですかっていう質問をね、よくいただきますので、今日は別箱公演、まあバーンホール公演などのね、公演に焦点を当てて、 お話をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速、行ってみましょう <music> はーい。ということで、まあ、ね、宝塚では各組にね、しっかりとトップスターさんがいて、そういうトップ制度がね、ありますので、もちろん、大劇場公演、東京公演はトップスターが毎回主演を務めるということになります。ただし、その他の公演については、もうね、いろんな人が主演を務めていますよね。で、これって、どうやって選んでいるんですかという質問があったので、それぞれの公演について見ていきたいと思います。まずは、 こちら、バーホール公演ですね。で、バーホール公演の主演の基準については2パターンあるんですね。で、まず1つがこちら、若手スターの学びの場ということで、これは新人公演主演経験のある若手のスターさんたちの初めての主演の場として、バーホール公演主演。 というものが与えられることが多いです。で、まあ、この場合は、東京公演はないんですよ。もうあくまでバウンホール公演のみという形になっています。なので、割と最近でもこの若手のね、スターさんたちのバウンホール初主演の作品を、あ、じゃあこの公演東京に来た 見ようかなとか東京に来るの待ってみようかなっていう声を私はよく聞くんですけれども残念ながらこういったね若手スターさんのバウホール初主演の作品って東京公演には行かないんですよなので皆さんね村で感激するしかないんですこれに関してはねもう結構皆さんねバウホールでやったら東京にも来るんだろう っていうね、あの、イメージがあると思うんですけれどもね、そうではないんですね。なので、ここね、結構注意点ですね。で、あの、最近だと、まあ、生野あすかさんがね、パーホール初支援を果たされたり、あと、風間ゆのさん。 アガタセンさんとかもね、バーホール主演、もう、果たされましたよね。で、今年、この後、まあ、公演されるのが、キワミシンくん、星組のキワミシンくんのバーホール初主演。あとは、花組のホズミマヒロさんと一ノ瀬幸喜さんのダブル主演という形ですけれども、こちらもね、バーホール初主演となっています。で、いずれの公演も、バーホールのみの公演、東京には来ませんので、もうね、ファンの皆さん、そして見たいなと思っていらっしゃる方々は、 頑張って村遠征をするということになりますので、そのあたりもね、考慮しながら、ぜひ観劇の予定を組んでいただきたいなと思っています。はい。そして、もう一つのパターンがこちら。2番手、3番手スターの主演作品ということですね。で、この場合は、バーホールだけの公演ではなくって、ちゃんと東京での公演っていうのがセットになっているんですよ。 なので、バウホール主演っていう形ではなくて、登場主演という形になります。で、登場公演っていうのは、まあ、東京の宝塚の持ち物ではない劇場で公演をすることという形になりますので、まあ、すごくおめでたいね、公演になります。ここで主演をするというのは。で、基本的には、まあ、トップスターになると、バウホールでの主演っていうのをしないんですよ。トップさんはバウホールに、あの、トップになったら立つことが、 ほとんどありません。というのも例外があって、あの、玉木亮さんがね、あの、対談されるときに、幽霊デカ、まあバーホールだったじゃないですか。あと、玉木亮さんのミニコンサートみたいな。これもバーホールで行ったじゃないですか。で、こういうこともあるんですよね。で、北勝カエさんも辞める前に、バウで、ね。 あの、コンサートやったじゃないですか。で、こういう例外はありますけれども、基本的にトップスターになったらバウホールに立つことがないので、まあ2番手さんの時にね、しっかりと目に焼き付けておいてほしいなとは、うん、思います。で、最近だと、まあ瀬尾ゆりやさんがコロナでね、中止にはなりましたけれども、バウホールと登場初主演というセットで、ジェントルライアという作品もありましたし、去年、ね、 とかだと、あいずきひかるさんね、2番手さんですけれども、マノンでバウホール、主演を果たしています。で、まあ、もちろんその後ね、登場主演もありましたし、今年、この後控えてるのが、かずきそらくん、バウと登場セットですね。まあ、登場初主演となります。で、あとは、あさみじゅんさんもね、そういえばもう、バウホール、本物の魔法使いで、バウホールと登場とセット。 でね、主演をしていました。こういう形で、まあ、2番手さんとか3番手さんが、バウと登場初主演とセットで、あのー、公演をされることが多いですね。うん。これがね、バウホール主演の基準になっています。はい。そして、続いての公演がこちら登場公演ですね。 で、これに関しては、まあ、先ほどね、バウとセットっていうこともありますが、主に2番手さん、もしくは2番目角の生徒さん、そして2番手に近い3番手の生徒さんが当てられることが多いです。で、登場公演はね、やっぱりトップへのね、切符の一つだと思いますので、この登場公演で主演を務めるっていうのは、とてもとても意義がある、意味があることになります。 で、主に登場公演というのが、日本青年館。あとは、東京建物ブリリアホール。そして、赤坂アクトシアター。カート神奈川芸術劇場。これらの公演を使われることが多くって、2番手さんたちのその登場とのセットだと、梅田芸術劇場、シアタードラマシティ公演。というのがね、割と多いかなと、うん、思います。で、えっ、ー、と、今年に関しては、 とはきせやさん。で、赤月ちせさん。で、瀬尾ゆりやさんがね、務めましたし、あと、桜木みなとさんに関しては、総令邸の時、本当は登場初主演になる予定だったんですけれども、まあ、ちょっとコロナでね、あの、公演が登場なしになってしまったので、まあ、今年のこのカルトワインでリベンジという形になりますね。で、あとは、ま、かずきそらくんが登場初主演。新宿恋の山と地で、バウと登場とセット。 いう形になります。なので、まあね、これで結構ね、スターへの道のりというか、スターの基準っていうのが案外わかりやすいので、登場を取れるっていうのは本当に大きな意味を持つ公演となります。はい。さあ、そして最後はこちら。全国ツアー博多座みその座公演ですね。で、これに関して言えばもうトップスター。 トップコンビが務めることが多くって、さらにトップになることがもう発表されている2番手さんが主に主演を務めることが 多いです。これはね、あのー、全国ツアーとかに関しては、やっぱりね、2番手さんではないんですよね、まだね。これはトップスターさんが、やっぱり、ね、宝塚の顔、組の顔として、ね、全国いろんなところに行かれることが多いので、そういう形になります。で、まあ、トップになることが決まっている2番手さんっていう点でいくと、 花組のゆずかれいさんの時もそうでしたし、星組のれいまことさんの時もね、そうでしたね。なので、まあ、トップ、お披露目公演前にトップになることが決まっている方が全国ツアー回るっていうのが最近ね、多いですよね。あの、博多座に行くとかね、そういうの多いですもんね。月組の あの、月白金ルさんもそうでしたし、あの、雪組の綾風咲ぜさきなさんもそうでしたし、やっぱりね、お披露目公演の一個前は全国ツアーとか、そういう、みその座とか、博多座とかで公演することが多いように思います。これもね、ぜひ皆さんトップになる前の輝きもね、見てほしいなと思いますので、楽しみにしておいてください。はい。ということで、今回は、別箱公演、全国ツアー公演などの 主演の基準について皆さんに解説してきましたけれどもいかがでしたでしょうかこの動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたらぜひグッドボタンを押してもらえると励みになります。よろしくお願いします。それでは今日の動画ここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ